皆様おはようございます。青木です。さて本日は、小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁を演奏したいと思います。なぜこの曲っていうと、皆様お察しかもしれませんが、私が昨年末に結婚したお相手の方のご実家が香川県でございます。それで私今まで大阪より向こうって行ったことなかったんですけど、この曲がもともと知ってはいたものの、この曲がこんなにも香川で愛されてるんだなっていうのをすごく間近で体感したので、今日はこの曲を取り上げたいなと思っていて、お姉さまの向こうあちらのお姉さんの結婚式でみんなもうなんか余裕で歌えるぐらい染みついてる曲だそうで、なんかちっちゃい頃ドライブでこれをなんか大合唱してたみたいな話も聞いたり、あとは駅メロになっていたり、本当に愛されている香川でも愛されている曲だなと思って、思っております。全然もうね、歌詞の中にある若いから心配みたいなの全然若くないからいいんですけど、幼い弟が行くなと言ったとか、なんか、幼くないんですけど、9個離れた弟がいるので、幼くはないんですけど、私の中ではまだ僕ちゃんとか思いながら接してる弟ですが、普段ね、コンサートにもね、全然来てくれないような弟だけど、結婚の時だけはお姉ちゃんおめでとうって言ってくれたので、なんかそんなことも思いながら、この曲との歌詞とこの曲と、なんか共感できるなと思って、おります。それでですね、この曲はもうね、皆さんご存知だと思いますが、当時千秋直美さんの喝采がレコード大賞を取った時、くしくもこちらの曲はレコード大賞は取れなかったものの、日本歌謡大賞は受賞されていて、その時に小柳さんのお母さんも一緒に出席されていて、もう親子で泣きながら歌われてる様子を見たら、なんかもうすごくその動画もなんか本当に3分4分の映画というか、そんなものを見てるようで、途中からもう涙で歌えなくなって、平尾先生が一緒に歌うみたいなのもすごく胸が温かくなるなと思いながら見てたんですけど、それで最初からごぼうのことはねバレてましたが、お父様が あちらのお父様がすごく真剣にごぼうを見てくださってるそうで、たまに昨年のクリスマスの突然のライブ配信、ゲリラライブも、今日クリスマスだからライブ配信するかもみたいな、なんて言うんでしょう、もうごぼうは一ごぼうはとして のお考えで見に来てくださったそうで、でなんかあの時私が弾いてる後ろで彼が隣の部屋でお皿を洗ってくれてたんですね。でその水の音がめっちゃ入ってると、でお父様はそこにお気づきになり、これ絶対あやつがやったんだみたいなところまで見てくださってたそうで、私そのなかなかコロナでご挨拶に行けなくって、初めてお会いした時に香川に来たことはないし大阪よりこっちに来たことないんですみたいな話をしたら、帰り際にせっかくだから瀬戸大橋見に行こうって言って、ドライブで瀬戸大橋まで連れてってくださって、その時に見た景色がもう本当にすごく美しくて心に残ってる、今でももちろん心に残ってる光景なんですけど、そんなことを思いながら演奏したいと思います。それではどうぞ。Thank you.
ていうか聞いてもらっていいですか。あの青木、時間外受付で婚姻届提出したんですけど、あの1週間後に受理証明書をあの取得して、まあ、結婚できてるか確認してくださいみたいな感じで、え、今日分かるんじゃ、え、できてない可能性があるってこととか思いながら、まあまあそんなもんかと思って帰宅して、あのちょうどお正月だったんで2週間後ぐらいにあのふるさと納税がしたくって、それであのマイナンバーを書き換えるっていうのをしたいがゆえに、まあ、そのことを聞こうと思って電話したら、え、青木さんですよね、青木さんですよね、え、ちょっと待ってくださいね、あ、ちょっと待ってくださいね、え、J されてるかな、え、ちょっと待ってくださいね、あ、難しいとか言われて、え、みたいな、ポカーンみたいな、え、ちょっと待って、もう2週間経つけど結婚できてない可能性があるってことみたいな、なって、え、結婚難しいってなったんですけど、まあ、無事にね受理されてたのでよかったんですけどね。皆様どうぞお気をつけください。あの瀬戸の花嫁ならぬ瀬戸際の花嫁になるところでした。それでは皆様本日も良い一日を。